視聴者の皆様、明けましておめでとうございます。本年も特産 TV 何卒よろしくお願いいたします。2023年は夢いっぱい希望いっぱいでお届けしていきたいんですが、夢や希望といえば、そう、子供たちです。本日第一弾はそんな子供たちをピックアップ。スーパーな小学生いっぱいいました。最後までご覧ください。どうぞ。我々埼玉県所沢市に行ってきました。そう、埼玉西武ライオンズジュニアさんの練習にお邪魔してまいりました。各球団総数数百名の応募の中から選ばれし精鋭たちが集う NPB12 球団ジュニアトーナメントコナミカップは昨年末行われましたが、実は使用バットが金属か木製に限られていました。投稿打点が歌われる中、NPB ジュニアトーナメントで初の逆転サヨナラホームランを放ったこちらの選手からまずはご紹介します。その選手の名前は遠山雄心選手、市川南スパローズ出身。まずはバッティングをご覧ください。木製で打ってる。ああ、いいスイングだ。ああ、いい払いだ。非常にシャープで綺麗なスイングが印象的な遠山選手。お、従来ウレタンを使ったウレタンも金属バットでも快音を響かせる。おお、いい方向。おお、ナイスバッティング。ご覧のように金属バットでもボコボコ打っていきます。ウレタン主流のこの時代、金属バットの打撃に抵抗はないのか聞いてみると、金属バットあんまり苦にしてない感じするんですけど、変化はありました？違和感というか、なんかこうすると、うん、あんま飛ばないので、うん、ちゃんと捉えることを意識してると、はい、ホームラン性の打球も今ありましたね、バッティングで。はい、ありがとうございます。トーナメントで打ちますか、ホームラン。はいまさに有言実行を果たしたキャプテン。まあ実際スイングを見てると鋭かったりするので、捉えさえすればという、最初は戸惑いつつしっかりとアジャストするあたり、やはりただものではない小学校6年生。ちなみに私もですね、まあ、カーボンとかで打ったことありますが、金属バットというものはかなり久しぶりだったので体感をしてみたんですが、難しいねこれ。やはりなかなか難しい。まあ当たり前なんですけどね、完璧に捉えないと飛んでいかないということと、逆に捉えれば金属でも飛ぶなという、その両方を感じ取りました。さあ、そんな中で一人木製バットを振り回す小学校6年生を発見。鋭いスイングを連発するこの男。木製で打ってるんですか？はい。なんで？いや、手足でやってる。はい。飛ばないです。なるほど、手足が使えないし。はい。何グラム？740。え？重くない？いや、レガシー振ってきた。あ、そっか。むしろバランス良くて、はい、本場も持っていくんですか？はい。この少年、実は昨年我々が熊谷グリーンタウンという少年野球チームを取材した際にいた飛ばし屋の一人です。実は埼玉西武ライオンズジュニアに応募していた柴田ライム選手、取材した当時もバックスクリーンを越えていくなどとんでもないバッティングを披露していました。やはりこういう選手がジュニアに入っていくんですね。そんな埼玉西武ライオンズジュニアはなんと約450名の応募があったそうです。見事選抜メンバー入り、素晴らしい。ちなみに柴田ライム選手は4番バッターとしてチームを牽引、今後の活躍に期待です。さあさあ、先ほどから話してますが、まあ、能力の高い小学生たちなのでウレタン以外のバットに順応しているのかなというふうに思うんですが、とはいっても確率的にはゴロや凡打は増えていく。そうなってくると重要になるのが守備力。というわけで続いてはノックをご覧ください。
まずはキャッチボール。どうした？はい、ナイスボール。シャーク！アイオプテラボール！お前に声がしましたぞ。はい。はい。アイオプテラボール！はい、ナイスボール！はい、はい。元気出してこー！はい。あれもついてきた。一人だけ。頑張れ。恥ずかしがり屋のこの子たちも12球団中3位。その快進撃の様子は概要欄に貼っておきます。さあノックスタート。全選手順に紹介していきます。じっくりご覧ください。ちなみに入管の守備力っていうのは、まあ、12球団でもトップクラスなんではないかという噂がね流れるほどかなり守備力は高いです。さらっとやってますけど球出しも非常にスムーズです。この辺りのバランスもグッド。なんと貫通しライパチ直撃。この辺りのコンビネーションもお見事ですね。さあキャッチャーの送球。この尾崎海羅選手のこの方、あんまり小学校6年生で見たことない弾丸送球ですね。ライフル。そしてこれ、この難しい打球に対してこうグラブトス、これナイスアイデアだと思います。もうね、小さい頃からどんどんやってこういう風にね難なくグラブ取ってどんどんやってもう当たり前になってしまえば、ね、そんなに難しいプレーではありませんから、そういう風なノック子供たちにはしてもらいたいなと思います。ナイスプレイ。さあそしてノック終了後選手から要望が。というわけで新春誰得バトル、トサン TV 対埼玉西武ライオンズジュニアのピッチャーたち、受けて立ちます。投手陣はどんな投手陣ですか？力ある子多くて、はい、平均的に多分速い方だと思うんですけど、はい、のほほんとした優しい子が多いです。なるほど。そこはちょっとピッチャーっぽくない性格的にはでも球はすごいですね。あの子が多分一番速くて、はいはい、125、6から出せると思うんで。しかもあの距離感ですからね。そうです。なかなか打たれないので、はい、小学生だけどね。行っちゃう、行っていいね。またもういつもやっぱコメント入ってくるから。また打ったら何か言われますよ。いやいや、もう毎回コメント入るから、はい、しかもあのキャッチャー柴田君見てるからそれ確かに今度こそね、うん、抑えたいよ。怖がってるかもしれないもん。そう、そんなことないな。そんなことないの。体も三振取ったら野球ボなんと高橋コーチから提案、徳さんかライパッチから三振を取った投手は焼き肉ゲット。まず最初に対戦するのは亀山投手。選抜で選ばれているので当たり前なんですが、本当に素晴らしいボールです。投げっぷりもグッド。
右コースに投げ込まれファールで逃げます。あっさり追い込まれた私、しかし大人げなさ爆発しました。すいません。勝負ごとには本気になってしまいますね。ナイスボール。さあ一方ライパチとの対決。ここは低めにきっちり投げ込み、サードの守備も上手いですね。サードゴロー。亀山投手ナイスピッチャー。低めのビタビタだった一歩で。さあ続いて何やらひそひそ話をするバッテリー。大丈夫？いや、いけるいける。続いてのピッチャーは三好東郷選手。背丈もあり角度のある投げ方。あれから。さあまずはライパチから対決がスタートします。ファールボール。角度えぐくない？横から見てる感じで40は出てるね。判断してられない。ここから小6とは思えない技を見せつける。まずはスローボール低めに決め追い込むと、この後スーパークイック。あれだった、クイック。あれはね、大人でもないですよ。作戦に言ってたのはクイックだった。焼肉を献上してしまった。高橋さんすいません。あれもずっと前までこれやさらしいんで。あれは仕事で決める。いつもやさらしい。やばい、あれはあの技術はクイックのストレート半端ない。三好投手、私の対決でもクイックを駆使しゆっくり投げるなどタイミングをずらしやられました。セカンドゴロ、三好完全勝利です。ナイスボール。東のあるピッチャーですね。すごい小6の時点で技術あります。球速プラスクイックっていう、あれね、クイックからのまっすぐめっちゃ速いですよ。やばいね。さあ続いてマウンドに上がったのは埼玉西武ライオンズジュニア高一点、後藤音美選手。この後藤投手、緻密なコントロール見せました。おお、いいですね。おお、誘ってます。体格で誘ってきます。誘ってます。思わず手が出したくなるようなところに投げ込んでくる。たまに力もあります。コントロールは間違いません。なかなか打ち返したいんですけど、コースがいいので前に飛ばない。そしてすごいですね。あんだけ外来られてさ、真ん中ストライクの高めはちょっと厳しかったな。ちょっと難しかったですね、あれは。さあなんと2三振を食らった我々徳さん TV、 ライパチが大人げないフルスイングで対抗します。淡々と投げ込みます、うん、これは大人げない。やはり我々も野球人としてのプライドがあります。誰にプライド出してんだって話ですけども、その後のピッチャー相手にももう容赦なく真っ向勝負というか、もう全力で打ち返していきます。
さあそんな中徳さん TV チーム優勢の展開になりますが、ここで埼玉西武ライオンズジュニアエースが登場します。このエースピッチャー、お前らの敵は俺が取る、そう言わんばかりのマウンドさばき、すごいピッチング見せてくれた。そのピッチャーの名前は小林優希投手。実はこのトーナメント初戦、中日ドラゴンズジュニアをなんと1安打完封、もう準ノーヒットノーランですね。素晴らしいピッチングを見せた一人です。フォーム、バランス、球威、グッドです。本物のライオンズジュニアはどっちか勝負だな。全保護者がキョトンってしてました。ちょっと間が絶妙だ。引き出しが試される。スローボール。くー、ナイスキャッチャー、引き出せキャッチャー。これはライトフライちゃう。やかいやかいやかい。今チェンってかスローボール。多分です、一球前の空振りとスピード違うね。あ、そうですよね、ダクさんもちょっと違った。ナイスボール、くれば。うわ、ナイスボール。あー、セカンドフライ。ナイスピッチャー。いや、右バッターで無理ですよ。どうしました。三塁側のプレートからこう来るんですよ。打つ角度もむずいですよ。どうしました。パニック、パニックです。あ、すごいね。ナイスボール、ナイスピッチャー。ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。というわけで、球団関係者の皆様、本当にありがとうございました。未来ある子供たちが輝きますように。明日は爆買いスペシャル、お楽しみに。